キセノ235は、半減期が約9.2時間の不安定なキセノンの同位体であり、ウランの核分裂性生物の一つである。キセノ235は、基地の最も強力な中性子捕獲物質、核毒物であり、原子炉の運転に大きな影響を与える。核分裂での最終的な収率は6.3%であり、ほとんどは、 テルル135や要素135から生成する。中性子を捕獲しなかったキセノン135は7つの長寿命核分裂性生物の一つであるセシウム135に崩壊するが、中性子を捕獲したキセノン135は安定なキセノン136になる。安定運転の原子炉での中性子捕獲の割合は、文献により90%、 39%から91%実質的に全て等とされている。中性子を捕獲して生成したキセノン136は最終的に核分裂やベータ崩壊で生成する一連の安定なキセノン同位体の一つになる。キセノン133、キセノン137、および中性子を捕獲しなかったキセノン135はベータ崩壊して、 セシウムの同位体になる。キセノン 133, キセノン 137, キセノン135は、ほぼ同量生成するが、中性子捕獲後は、セシウム133と、セシウム137がセシウム135よりも多くなる。ありがとうございます。